どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の大ちゃんこと光琳と、久しぶりに出演する昨夜です。はい、今回は、コラボ企画ということでですね、キュウリゲームズ&TV チャンネルの方からキュウリさんに来てもらっております。キュウリさんのチャンネルの方でも撮影してるので、ぜひ下の概要欄から見に行ってください。ちなみに声出ししてます。今回、やるゲームはと言いますと、ズバリ音ゲーです。元吹奏楽部打楽器所属でしかも太鼓の達人で、一発目から鬼をしている俺からしたらすぐに慣れてできるようになると思いますよ。キュウリさんには、勝てませんがね。それでは、そろそろ挨拶が終わると思いますので、第1回戦目の対戦をしていきましょう。僕は、2回戦目で勝負します。今回は、行政寺くんと浜さんも来てます。それでは、始まりました。まず第1回戦目は、キュウリさんと、すっけけぶけさんです。どっちが勝つかが楽しみですね。それでは、第1回戦目開始です。最後までぜひお聞きください。自分はダンスしてるけど気にせずに。いい勝負ですね。終了です。1回戦目は、キュウリさんの勝利。さすがは、プロ並みの圧勝。
2回戦目に参りましょう。2回戦目は、僕とキュウリさんです。まあ負けると思いますけどね。2回戦目、キュウリさん対私大ちゃん。どちらが勝つでしょうか。いざ、勝負です。しばし、行政寺くんの雑談をお聞きくださいまし。勝者は、キュウリくんです。お、終わったんだ。あっさり負けてんの、わら。それでは、ご視聴ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。いや、ここはレストランか。知らんな。気を取り直して、今回の動画はいかがでしたか？キュウリくんとの勝負では、負けてしまいましたが、いつかリベンジして勝ちたいところですね。キュウリくんのチャンネルリンク、および東関鉄道のチャンネルリンクは、概要欄に貼りましたので、ぜひ、登録してください。そして、キュウリくんのチャンネルの方では、僕とキュウリくんが声出しをしています。僕のチャンネルでは、ゆっくりを使うということで、話はまとまりました。それでは、次の動画は、日曜日にサバイバル実況を投稿しますのでお楽しみに。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。